んか面白いことないかな。そうだね、面白いことって言って、もうよし、うん、今小学館がイギリスで素敵なものを作っています、ぜひご覧くださいって。ねえ、面白そうだから行ってみようよ。そうだね。イギリスのロンドンへ出発。あ、2階建てのバスだ。ダブルデッカーっていうの。ここはロンドンの中心のピカデリーサーカスだよ。んー、ね、上から見てみよう。あん、中には近代的なタワーがあるよ。ほら、これテレコムタワーだよ。あれだね、サンダー&コルト。手紙はこっから来たみたいだけど、ここに一体何があるんだろうね。あれ、あれ何に言ってんだろうね。ドラえもん、うん、ねえ、あ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 、なんだかムクムク膨らんでいくよ。うん、あ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 、ドラえもんの気球だ。すごいね。これだ、これが僕の熱気球だ。小学館が作ってたのはこれだったんだね。うん、ね、行ってみようよ。うん、トリー、皆さんはこっちを見ててね。風船手紙コントローラー。